ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ふう、今日も暑いわね。アイスでも食べに行きましょう。おう、いいアイデアだぜ。そういえば、最近話題の青いアイス食べたことあるか？青いアイス？聞いたことないわ。どんなの？ロシアの伝統的なアイスクリームらしいんだ。確かプロム状の絵って言うんだったかな。へえ、ロシアのアイスなんだ。そういえば、ロシアって他にも面白い習慣があるって聞いたんだけど知ってる？ほう、どんな習慣だ？宇宙飛行士が宇宙に行く前に、必ず記念碑に小便をするんだって。本当かしら？え？マジか？それちょっと信じられないな。でも本当らしいわよ。ユーリ・ガガーリンが最初にそうしたから、それ以来の伝統になってるんだって。へえ、なんだか笑えるけど、すごく人間味のある話だな。そうよね。あ、それと、ロシアの結婚式では、新郎新婦がパンを食べ合うんだって。大きく噛みついた方が家庭で主導権を握れるっていう言い伝えがあるらしいわ。おお、それは面白いな。文化の違いってすごいよな。ねえ、もう一つ。ロシアの学校では、9月1日が始業式で、その日を知識の日って呼ぶんだって。へえ、知識の日か。なんだかかっこいい響きだな。そうよね。ロシアって意外と面白い国ね。ああ、そういえばな。ロシアって言えば、最近話題になってる面白い少年がいるんだぜ。え？どんな少年なの？サーシャ・スーリンっていう12歳の少年でな、すごい予言をする能力があるって噂なんだ。生まれつき目が見えなくて、特殊な能力を持ってるらしいぜ。へえ、特殊な能力ね。でも、マリサ、あんまり怪しい話を真に受けちゃダメよ。どんな予言をするの？それがすごいんだ。世界情勢から自然災害まで、かなり具体的な予言をしてるらしい。特に2024年に日本で大きな災害が起こるって言ってるんだ。2024年、それって、そんなに遠くない未来よね。具体的って、どのくらい具体的なの？地震の規模や経済への影響まで言及してるらしいんだぜ。霊夢も興味あるか？そうね。私、こういう予言とか占いって、あまり信じない方なんだけど。でも、もし本当だったら怖いわよね。ちょっと気になるから、マリサに教えてもらおうかしら。よし、じゃあ一緒に深掘りしていこうぜ。このサーシャっていう少年、ただの占い師じゃないみたいだからな。その能力の秘密から探ってみようか。わかったわ。よろしくね。じゃあ今日はサーシャ・スーリンの恐るべき予言についてゆっくり解説するぜ。ゆっくりしていってね。さて、このサーシャ・スーリンって少年の話をもう少し詳しく説明するぜ。まず、この子は生まれつき目が見えないんだ。生まれつき目が見えない？それは大変ね。そうなんだが、それだけじゃないんだぜ。生まれた時から多くの病気を抱えていて、医者からは長くは生きられないって言われてたらしい。え、そんな。でも、今は12歳なんでしょう？どうしてそんなに？そこがミソなんだ。なんと1歳3ヶ月の時に、突然歩き始めたんだぜ。しかも、2歳になる頃には普通に話せるようになったっていう。まるで奇跡みたいね。でも、それと予言の能力はどう関係があるの？実はな、サーシャ君の脳が特殊な周波数で機能してるってわかったんだ。これが、いわゆるアカシックレコードにアクセスできる状態なんじゃないかって言われてるんだぜ。アカシックレコード？それって、世界中の知識が集まってる場所みたいなものよね。確か、神社の古い書物で見たことがあるわ。でも、そんなものに本当にアクセスできるの？ちょっと信じがたいわよね。まあ、私もすぐには信じられなかったさ。でもな、サーシャ君は他人の死を予言したり、コロナウイルスの有効を1年前に言い当てたりしてるんだぜ。でもマリサ、それって偶然の可能性もあるんじゃない？私たちだって、今年は何かありそうなんていうこともあるでしょ。それが当たったからって、特殊能力があるってことにはならないんじゃないかしら。そうだな、確かにその可能性もあるぜ。でも、サーシャ君の予言はもっと具体的なんだ。例えば、2024年の年末に日本で起こる大地震のことだってかなり詳しく言及してるらしいんだぜ。2024年の年末？日本の大地震？それって、私たちにも直接関係あるわね。どんなことを言ってるの？ちょっと怖いけど、詳しく聞かせてもらえる？ああ、もちろんだぜ。でも、その前に一つ言っておきたいことがある。こういう予言って、どうしても不安になりがちだけど、冷静に受け止めることが大切なんだ。そうね。私も、こういう予言の話を聞くと、どうしても不安になっちゃうの。でも、同時に気になるのも事実よ。これって、私たち人間の心理なのかしら？怖いもの見たさじゃないけど、知りたくなっちゃうのよね。
だから、話を聞くときは冷静に、批判的に考えながら聞かなきゃいけないってわかってるんだけど、マリサは、こういう予言の話を聞いてどう感じるの？お、珍しく長々と喋るな、霊夢。まあ、私も最初は半信半疑だったぜ。でも、情報を集めるうちに、これは単なるオカルトじゃないって感じ始めたんだ。だからこそ、もっと詳しく調べてみる価値があると思ったんだよ。そうね。じゃあ、その2024年年末の日本の地震の予言について、もう少し詳しく教えてくれる？よし、じゃあサーシャ君が予言した2024年年末の日本の大地震について、詳しく見ていくぜ。まず、この地震はマグニチュード8クラスの巨大地震になるって言ってるんだ。マグニチュード 8？ それって、かなり大きいわよね。ああ、東日本大震災クラスの規模だな。さらに、この地震で日本のインフラに重大な被害が出るって予言してるんだ。インフラって、道路とか電気のことかしら？そうだぜ。高速道路や新幹線が寸断されて、電気や水道、ガスなども広範囲で止まるかもしれないって言ってるんだ。それは大変ね。でも、マリサ、ちょっと待って。そんな詳しいことまで、どうしてわかるのかしら？いい質問だぜ、霊夢。実はサーシャ君の予言、単に地震が起きるだけじゃなくて、その影響まで細かく言及してるんだ。例えば、この地震で日本の経済に深刻な打撃を与えるって予測してるんだぜ。経済にまで影響が？どのくらいの影響なの？なんと、被害総額が200兆円を超えるかもしれないって言ってるんだ。200兆円？ちょっと待って、マリサ。その数字、想像もつかないくらい大きいわ。でも、そんな具体的な金額まで予言できるの？それって、ちょっと怪しくない？確かに疑問に思うよな。でもな、この予言、単なる思いつきじゃないみたいなんだ。サーシャ君は過去の大地震のデータや経済影響を分析した上で、この数字を出してるらしいぜ。へぇ、データ分析までしてるのね。でも、それってただの計算じゃない？予言っていうより、シミュレーションみたいね。鋭いな、霊夢。確かにその面もあるかもしれない。でも、サーシャ君の予言で特筆すべきは、地震の発生場所も特定してるってことなんだ。発生場所まで？どこなの？南海トラフだぜ。南海トラフ？あ、それって前に聞いたことがあるわ。確か、いつか大地震が起きると言われてる場所よね。でも、マリサ、ちょっと待って。南海トラフ地震っていうのは、科学者の人たちも近い将来起きる可能性が高いって言ってるわよね。だとしたら、サーシャ君の予言も、そういう専門家の意見を聞いて言ってるだけなんじゃない？お、なかなかいい指摘だぜ、霊夢。確かに、南海トラフ地震自体は多くの専門家が警告してることだ。でも、サーシャ君の予言がすごいのは、その時期を明確に示してることなんだ。そうね。でも、マリサ、私にはまだよくわからないことがあるの。こういう大きな災害の予言って、もし本当だとしたら、それを知ることで何か対策ができるのかしら？いい質問だぜ、霊夢。確かに、こういう予言を聞くと不安になるよな。でも、重要なのは、この情報をどう活用するかってことだと思うんだ。例えば、個人レベルでの防災対策を見直すきっかけになるかもしれない。なるほど。じゃあ、非常食を用意したり、避難経路を確認したりすることも大切なのね。そうだな。それに、地域での防災訓練に参加したり、家族で災害時の行動計画を立てたりするのもいいかもしれないぜ。そうね。予言を鵜呑みにするんじゃなくて、それをきっかけに自分たちでできることを考えるのが大切なのね。その通りだ。さて、この予言についてもう少し詳しく見ていこうぜ。実は、サーシャ君はこの地震と台湾の地震を関連づけて予言してるんだ。台湾の地震？どういうことなの？それがな、サーシャ君は台湾と日本の地震が連動してるって言ってるんだ。具体的には、台湾で大きな地震が起きてから約1年以内に、日本でも大地震が発生するって予言してるんだぜ。え、そんな関係があるの？初めて聞いたわ。実はな、過去の記録を見ると、そういうパターンが何度かあったらしいんだ。例えば、1999年に台湾で起きた収集大地震の後、2000年に鳥取県西部地震が起きてるんだぜ。へぇ、そうなの？でも、それって単なる偶然じゃないの？そう思うよな。でも、地質学的に見ると、日本と台湾は似たような位置にあるんだ。両方とも太平洋プレートとフィリピン海プレートの境界に位置してて、地震が起きやすい環境なんだぜ。なるほど。でも、マリサ、それってつまり、台湾で大きな地震があったら、日本も要注意ってこと？
そういうことになるな。実際、今年の4月に台湾でマグニチュード 7.2 の地震があったんだ。ちょっと待って、マリサ。それって、もしかしたら本当に起こるかもしれないってこと？私、少し怖くなってきたわ。でも、同時に疑問も湧いてくるの。だって、地震予知って難しいって聞いたことがあるわ。科学者でさえ正確な予測は難しいっていうのに、12歳の少年に本当にそんなことがわかるのかしら？それに、もしこの予言が外れたら、不必要な不安を煽ることになるんじゃないかな。でも、もし当たったら、ああ、考えれば考えるほど、わからなくなってきちゃった。おっと、落ち着けよ霊夢。確かに、君の言う通り、地震予知は難しい。科学的にも完全な予測は不可能だとされてる。でも、こういう予言を聞いたからこそ、我々にできる準備があるんじゃないかな。なるほど。予言を鵜呑みにするんじゃなくて、きっかけとして防災意識を高めるってことね。そういうことだ。それに、この予言には別の面白い点もあるんだぜ。別の面白い点？どういうこと？サーシャ君は、この大地震の後の日本人の対応についても言及してるんだ。いわく、日本人は信じられないほどの回復力と団結力を示し、それが国を速やかに回復させるだろうってさ。へえ、そう言ってるの？でも、それって、なんだか漠然としてない？誰だって災害後は団結するでしょ。確かにな。でも、サーシャ君の予言で面白いのは、その回復の速さなんだ。他の国では何年もかかるような復興が、日本ではわずか数ヶ月で大きく進展するって言ってるんだぜ。数ヶ月？そんなに早く、でも、それってちょっと楽観的すぎない？東日本大震災だって、まだ完全には復興してないのに。そこなんだよな。サーシャ君の予言は、日本の技術力と国民性を高く評価してるみたいなんだ。例えば、最新の AI 技術や自動化システムが復興を加速させるとか、国民のボランティア精神が驚異的な速さで被災地を支えるとか。確かに日本人の団結力はすごいけど。でもマリサ、こういう予言って、逆効果になる可能性もあるんじゃないかしら？どうせすぐ回復するんでしょって、準備を怠ったり、被災者への支援が薄くなったりしないかな。鋭いな、霊夢。その危険性は確かにあるぜ。予言を鵜呑みにして安心しちゃうのは良くないよな。そうよね。それに、こういう予言って、当たるも八卦当たらぬも八卦じゃない？だって、大地震が起きるって言えば、いつかは当たるし、日本人が団結するなんて、そりゃそうでしょ。なんだか、どこか引っかかるのよね。お、なかなか批判的に見てるじゃないか。そういう視点は大事だぜ。大事なのは、こういう情報を聞いた時に、自分で考えて判断する力を持つことじゃないかな。なるほど。つまり、予言の内容そのものより、それをきっかけに自分たちで考えて行動することが大切ってことね。その通りだ。それに、サーシャ君の予言は日本のことだけじゃないんだぜ。実は、世界情勢についても興味深いことを言ってるんだ。世界情勢？どんなこと？それがな、サーシャ君はロシアとウクライナの戦争について、かなり衝撃的な予言をしてるんだ。え？どんな予言なの？なんでも、2024年の年末までにこの戦争が終結するって言ってるんだぜ。え？本当？でも、そんな簡単に終わるの？いや、簡単じゃないんだ。サーシャ君によると、戦争の終結過程でウクライナに大きな混乱が起こるらしい。具体的には、ウクライナ政府を揺るがす重大な秘密情報が流出するって言ってるんだ。秘密情報？それってどんな？詳細までは言及してないんだが、これまで西側諸国から受けていた支援に関する不正のようなものらしいぜ。その結果、西側諸国はウクライナへの支援を急激に減らすことになるって。ちょっと待って、マリサ。それって大変なことじゃない？今までウクライナを支援してきた国々が、急に手を引くってこと？そういうことになるな。さらにサーシャ君は、この変化がアメリカの大統領選挙の結果と密接に関係してるって言ってるんだ。アメリカの大統領選挙？確か2024年よね。どんな関係があるの？サーシャ君の予言では、トランプが再び大統領になるんだって。そして、トランプ政権がウクライナへの支援を大幅に削減し、ロシアとの関係改善を図るんだ。え、そんな。でも、そうなると世界のバランスが大きく変わっちゃうんじゃない？その通りだ。サーシャ君は、この変化によって世界の勢力図が大きく塗り替わると予言してるんだ。例えば、ロシアが急速に力を取り戻し、一方で EU は分裂の危機に直面するって。マリサ、正直言って、
この予言はちょっと怖いわ。だって、もしこれが本当だとしたら、世界中が大混乱に陥るってことでしょ？それに、もしかしたらこの予言自体が何かの政治的な意図を持って広められているんじゃないかって思っちゃう。私たちみたいな一般の人間が、こういう予言をどう受け止めればいいのかしら？鋭い指摘だな、霊夢。確かに、こういう予言には慎重に接する必要があるぜ。特に政治絡みの予言は、時として特定の意図を持って広められることもあるからな。そうよね。でも、もし本当にこんなことが起きたら、私たち日本人の生活にも影響があるのかしら？それが、サーシャ君はそこまで言及してるんだ。彼によると、世界情勢の変化に伴い、日本も大きな転換期を迎えるらしい。どんな転換期？例えば、アメリカとの同盟関係の見直しが迫られたり、新たな経済圏の形成に向けて動き出したりするんだって。さらには、日本の憲法改正の動きが加速するという予言もあるぜ。それって、私たちの日常生活にも直接影響しそうね。ああ、その通りだ。ただ、ここで一つ重要なポイントがあるんだ。サーシャ君は、これらの変化を単にネガティブなものとしては捉えていないんだぜ。え？どういうこと？サーシャ君によると、この激動の時代を経て、世界はより平和な方向に向かうんだって。国家間の対立が減り、協調の時代が来るってさ。へえ。でも、そんな楽観的な未来予測、信じていいのかしら？そこがミソなんだよな。この予言、単純にいいとか悪いとかじゃなくて、変化の過程を書いてるんだ。その変化にどう適応していくかが重要になるってわけさ。なるほど。でもマリサ、こういう大きな予言を聞くと、私たち個人には何もできないように感じちゃうわ。世界が変わるって言っても、私たちにはどうすることもできないんじゃない？いや、そこが重要なポイントなんだ。実は、サーシャ君はこういう予言と同時に、個人の役割についても語ってるんだぜ。個人の役割？どういうこと？例えば、情報リテラシーの重要性を強調してるんだ。世界が大きく変わる時代だからこそ、私たち一人一人が情報を正しく理解し、冷静に判断する力が必要だって。なるほど。確かに、さっきの予言の話でも、鵜呑みにするんじゃなくて、批判的に考えることが大切だって話したもんね。そうそう。それに、地域コミュニティの強化も重要だって言ってるんだ。世界が不安定になればなるほど、身近な人々との絆が重要になるってさ。へえ。そう考えると、この予言って単なるこうなりますっていう予言じゃなくて、私たちへのメッセージでもあるのね。その通りだ。そして最後に、サーシャ君は希望についても語ってるんだ。希望？ああ。彼の言葉を借りれば、未来は決して固定されたものではない。人々の意識と行動次第で、より良い方向に変えていくことができるってさ。なんだか、ただの予言じゃなくて、哲学みたいね。そうかもしれないな。結局のところ、この予言を信じるか信じないかは個人の判断だ。でも、これをきっかけに未来について考え、自分たちにできることを模索するのは、決して無駄じゃないと思うんだ。そうね。ねえマリサ。この話を聞いて、私、ちょっと考えたの。私たちって、普段自分の生活のことで精一杯で、世界のことなんてあまり考えないじゃない？でも、こういう大きな予言を聞くと、私たちの日常が世界と繋がっていることに気づくのよね。例えば、私たちが日々使っているスマートフォンだって、世界中の様々な国の技術や資源が集まって作られているわけでしょ？そう考えると、世界情勢の変化は、私たちの生活に直接影響するってことがわかるわ。だから、こういう予言は、それが当たるかどうかはともかく、私たちに世界とのつながりを意識させてくれる、そんな役割があるのかもしれないわね。お、なかなか深い考察じゃないか、霊夢。その通りだな。世界の出来事と私たちの生活は、見えないところでしっかりとつながってる。だからこそ、世界の動きに関心を持ち、自分なりの意見を持つことが大切なんだ。そうね。でもマリサ、こういう大きな予言を聞くと、どうしても不安になっちゃうわ。私たちに何かできることはあるのかしら？ああ、あるさ。例えば、日頃からニュースをチェックして世界の動きを把握しておくとか、地域のコミュニティ活動に参加して絆を深めるとか、そういったことが大切になってくるんじゃないかな。なるほど。要するに、予言の内容そのものより、それをきっかけに自分の生活や考え方を見直すことが大事ってことね。そういうことだ。今回の予言を聞いて普段あまり考えないことを考えるきっかけになったわ。でもマリサ、一つ気になることがあるの。
なんだ？こういう大きな予言って、時として人々を不安にさせたり、誤った行動を取らせたりすることもあるんじゃないかしら？そのあたりはどう考えればいいのかな？鋭いな、霊夢。確かにその危険性はあるぜ。だからこそ、こういう情報に接するときは、常に批判的思考を持つことが大切なんだ。ただ受け入れるんじゃなくて、なぜそう言えるのか、どういう根拠があるのかを考えながら聞くことが重要だな。なるほど。批判的に考えつつ、でも完全に無視するんじゃなくて、そこから学べることを探す。そんな姿勢が大切なのね。そういうことだ。それに、こういう予言を通して、普段は意識しない大きな問題について考えるきっかけにもなるしな。そうね。今日の話を通して、私たちの日常が世界と繋がっていることを実感したわ。これからは、ニュースを見るときも、ちょっと違った目線で見れそう。お、いい心がけだぜ。世界の動きを知ることで、自分の生活がどう影響を受けるか、自分に何ができるかを考えられるようになるからな。うん、そうね。ねえマリサ、これからも時々こういう話をしようよ。難しいけど、考えるのも悪くないわ。ああ、そうだな。世界は常に変化してる。その中で自分たちにできることを見つけていくのが大切だぜ。本日の動画は以上だぜ。ご視聴いただきありがとうございました。皆さんの感想をコメント欄でお聞かせください。もしこの動画が面白かったら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくな。ではまた次回の動画でお会いしましょう。